ヒメクビワカモメは、チドリメカモメ科に分類される鳥類の一種である。シベリア北東部、カナダ北部、グリーンランド西部の北極圏で繁殖し、冬季は北極海周辺に広がって過ごす。あまり南下はしない。日本では数少ない冬鳥として、オホーツク海沿岸に少数がほぼ毎年トライする。日本はトライ地の中で最南端にあたる。青森県。 新潟県、千葉県でも記録がある。体長約31センチメートル、翼海長約84センチメートル。日本で記録されたカモメ類の中では小型の種になる。私有動色である。成長夏つは,は頭部が白く、胸から腹はやや鉱色がかった白色である。口頭から喉にかけて黒い臨場の帯がある。翼の上つら、下面は灰色。 成長冬輪は,は、頭頂や首が灰色を帯び、目の後方に黒縁がある。黒い輪状の帯は不明瞭になる。幼鳥は、翼の上面つらに M 字型の黒か主色の模様が出る。くちばしは黒く短め。批判食器は、海岸や沿岸近くの海上に生息する。海面近く飛翔し、水面に浮かぶ餌を捕食する。ツンドーラ地帯の地上に枯れ草で巣を作る。 巣の内部に植物の葉や苔を敷くこともある。一腹2から3個の卵を産み、放卵期間は約21日である。雌雄ともに放卵する。鳴き声はクワックワ、強王など。ヒメカモメの冬はと似ているが、本種の方がやや大きい。また、本種は翼が長く先端が尖っており、尾はくさび型をしている。ありがとうございます。